何でも相談室ですご相談いただきました今朝の二重心についてのご回答を何度も聞かせていただきましたどうもありがとうございましたその頃よく見たその夢の中で私は2人いましたが確かにより明らかな死体がいてそれに相対して手を取りうん泥 <laughs> 泥ん出入れかなかな助けられる客体に近い反主体的な自,自分がいました動いてる自分と何かを感じてる自分機能の分離ヒントにさせていただきますどうもありがとうございましたあ そうなんだだねあのぜひまた、えー、来てください、えー、そういうなんかその自分自身の意識状態についていろいろ観察するというのは主体概念を、えー、なんていうかなあんまり単純なものにしない上でもすごく大事だしそれからその主体概念があんまり単純なものにならないと他人に対してもあんまり単純なアプローチはしなくなる。 よくなんかネット上とかで、あの、この人はこういう人だって決めつけてる人いますけど、いや、それ主体概念がちょっと単純すぎるんじゃないかなと。一人の人の中にもいろんな人がいますよね。それは平野慶一郎さんが言ってらっしゃる文人主義ってこととも関係はあると思うんですけども、人生の主体概念ってそんな単純なものじゃないんで、なんで、えー、自分の成り立ちもそんな単純じゃないし、他人の成り立ちもそんな単純じゃないって言って、 気づくことは、より自由な世界を作るためには大事だと思うんで、ぜひこういう考察を続けていただけたらなと思います。